ママちゃんとね、ゆずちゃんでございます。よく噛むことについてねのおまけ編をご紹介したいと思います。本編ではですね、私がちょっとジェスチャーでやったぐらいですね、こう馬の肉硬いのありますよって言っただけなんですけど、実際にですちょっと急遽買ってきました。で今回プラスアルファですね、まず、プラスアルファこれですね、はい、これも馬チップミックスってやつですね、これ10枚入りのタイプのものでございます。これですね、こういう、クッキーぐらいのちょっと大きさ、人間が食べるクッキーの同じぐらいの大きさですね。で、これが動画の本編でご紹介しました馬のですね、肉ですね、馬アキレスとね、これめちゃくちゃ硬いのが何本も入ってますね。硬いですよ。これが棒状のものですね。これをね、食べます。では実際に、この子たちにちょっとね食べていただくんですけどね、よいしょ、はい、はい、はい、よいしょ、で、これ馬チちょっとももちゃんやめて、馬チップダメダメダメ、まあ、今食べようとしたらダメだよ、ダメ。馬チップスですけど、これね、あーすごいちょっとね独特な匂いです。こんな風にこう近づけなければよっぽどねそんなに強くはないですね。まあちょっと手についちゃうぐらいですけどね、これぐらい普通に話しているぐらいではあまりそんな匂いはしません。で、硬さもね結構ね、ほっ、あ、ちょっとね硬いです。思ったより硬い。わかりました。では早速ね食べてみたいと思いますね。はい、よし、はい、食べてね、ね、はいはい、ももちゃんね、食べるのもちょっと大変ですね。よくねガリガリやってますね、そう簡単にですね飲み込めません。はい、ゆずちゃんもねしっかりね、噛んでますね。はい、ちょっとね、手間取ってますけど練習になりますね。しっかり顎の筋肉使ってますね、口の筋肉もしっかり使ってますね。まあ、人間でいうですね、硬いせんべいをね、ガリ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 、噛んでる感じでございましょうかね。ね、はい、一生懸命やってます。じゃあ、あと、ももちゃんのね、ね、しっかりね、ガジ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 噛んでます。ね。はい。ももちゃん相当美味しかったみたいですね。催促してますずっとね、この馬チップミックスってやつですね、相当美味しかったみたいですね。10枚入り、小型犬はね2枚って書いてありますが、まあ、中型犬4枚とかね大型犬6枚って書いてあるんですけど、実際1日にですねどの犬種でもいいと思いますよ。1枚ね、まあ、半分に折って、まあ午前中1枚午後1枚ってそういう練習でいいと思います。これ以上ね多くおやつとか食べちゃうとね、まあ、ご飯の関係等もあるので、下手にねデブっちゃいけませんのでね、歯の鍛えるんでしたらね、まあ午前中1枚、午後1枚ぐらいのペースでいいんじゃないかなと実質思いますね。でこれ、実際ですね、300円ですね、300円です。でこれにちょっと税を含んでますね。でお待ちかねのこの馬アキレスですね、これになります。さあさあさあ、よいしょ、はい、ももちゃんちょっとお座りしてちょっと、うん、で馬アキレスですね、はい、じゃこれはねゆずちゃんがほんと大好きなのでちょっとね待ってくださいゆずちゃんね。でこれ、はい、
ちょっとちっちゃめのタイプ買ってきましたけど、まあ、これでも結構ね、あの太いです。これですね、ご紹介したいの、もっとね長いやつもありますね。専用の大型犬専用のものもありますしね、中型犬だけが食べるようなやつですね、あります。これはね、あの全体的に食べてもいいよっていう方ですね、小型犬に中型犬に大型犬も、どの犬種も食べれるようなタイプを買いましたね。このサイズになってますね、はい。で本当にねこれものすごく硬いんですね。これもう全然曲がらない、もうそれぐらい硬いんですね、はい。でこれをですね、まあ1日1本でいいと思いますよ。多くて1日1本ですね。で、早速君たち、食べてみてください。どうぞ。はい、はい、よし、はい、どうぞ。はい、ももちゃん今一生懸命噛んでるんですけど、はい、このようにね一生懸命今噛んでますね、はい、こんな風にですね、もう顎の力とかにですね、鍛えるのにもってこいというタイプでございますね。そうそうね、あのその辺のね、ワンちゃん専用のガムと比べるとですね、もうまあ効果抜群だと思いますよね。味すごい美味しいですからね、このワンちゃんにとっては。一生懸命噛んでますね、はい。これを1日1本ですね。で8本入ってます。これ夢中になっちゃうんですね、夢中になってます。何しとんの、ももちゃん早く、はい、そう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 、おうまいうまいうまい、そうそうそう、手で押さえて、手で押さえて、そう食べて、食べたら、そう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 。でワンちゃんによってはですね、もうこれをね一日中ずっとこんな感じでねやってる子もいますね。もうすごいね興味津々、もう美味しくてもうガジガジやっちゃってね、ずーっとやってるんですね、はい。もうこんな風にですね、もうガジ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 と、もうずっと噛んでるんですね、ずっと噛んでる。これゆずちゃんね、もう大好きなんですね。これはゆずちゃん大好きで、もうずっとこういうのやっちゃうんですね。もう夢中にやってます。もうこんな感じでございますね。でこのウマアキレスでございました。これはですね、ちょっと高かったですね、1000円しました。1000円ですね。でプラス消費税でございますね。あのこれがまあね、ちょっと高いか安いかはね、考え方次第でございます。実際これですね、すんなり食べれません。今ねワンちゃんももちゃんですね、かじりましたね、かじったらまあこんな風に白くなるんですけど、あのこれをですね、まあ、ずっと1日やったりですね、日を置いてね一緒にガジ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 ねまたやったりするんですね。ももちゃんは、ももちゃんどこ行くの、はい。これはねももちゃんの食べ方なんですけど、ももちゃんはですね、あのちょっとガジガジしてね、また次の日またガジガジしてっていうね、こういう風にやったりする子なんですね。ゆずちゃんはねもう真逆、ずっと噛んでます。今もずっとですね、噛んでます、まだやってます。ね、はい、やってますね。でこれが、効果でございます。もうちょっとね、お試しでもっとちっちゃいタイプのものもねあります、売ってましたね、それで、まあ、試してみるのもねいいんじゃないかなと思います、はい。で、じゃあこれどこに売ってるかっていうことですけど、これあのまあ、ちゃんとしたね、あのペットショップ屋さん、まあ、個人店じゃなくてですね、ペットショップ屋さんでしたらね、売ってると思います。このワンちゃんマークついてますね。このマーク。ね。この白黒のワンちゃんマークで、ね、国産、無添加とかね、こだわりましたっていうですね、そういう記号が書いてあるんですね、キーワードが。ね、台になって、
これ1種類とかね2種類だけじゃないですね、もう20、30種類ぐらいバーっとねあるんですね、種類がザーっとあるのか中の一つですね、この馬の秋です。他にもね、フカヒレとかね結構ねすごいね贅沢物もねいろいろあるんですねはい、そういったものの中からね、私は馬のアキレスで試してもらって、このね、まあ、特にご飯とか柔らかいものをね皆さんワンちゃんたち、食べて見える方であれば、こういう硬いものをね、おやつとしてご用意してみてはねどうかなと思います。他にもですね、先ほどご紹介したねちょっと食べやすいタイプのものですね、馬チップスミックスですね、馬チップミックスってやつもありますね。これはねももちゃんが好きですね、はい、これはももちゃんが好きです。ももちゃんもう一回、もうちょっとおいで、ね、これはももちゃんが大好きですね。これもねちょっとね、まあ、この馬のものよりかはちょっと柔らかいですけど、まあ、それなりにちょっと硬いですね、はい、まあ、人間がですね硬いせんべい食べるという感覚でございますね。はい、で最後にですねゆずちゃん、今ねもうずっと噛んでました。そしたらこんな風にですね、ね、今までずっと揚げてからずっと噛みっぱなしです。このビデオ撮ってる間ずっと噛みっぱなしで、まだこれだけですね、全然いけますね。これが1日1本、まあ、1日でもっとねいけますね、もう2日に1本ぐらいとかね、そのぐらいのペースもいっちゃうと思いますね、ワンちゃんによっては。はい、ゆずちゃん、はい、続きどうぞ。はい、どうぞ。はいはい、以上でございました。よくね、噛むコツでございますね、まあ、その辺の、ワンちゃん専用のガムよりはね、こういったものをね使ってみて、まあ、しっかりね顎の力、口のね周りの力を筋肉つけるんでしたらね、こういったタイプの効果があるものをね、ぜひね試してみてはいかがでございましょうかね。はい、まいちゃんちょっと最後お座りして、はい、次回もご覧になってください。まいちゃん、まいちゃんちょっと見て見て、はい、見て、ね、はい、はい、バイ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 